い、おはようございます。私たちはただいま岡山県に来ております。本日はですね、新しくなったイエルデを紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきたいと思います。はい、こちらのクレストビークルさんのイエルデなんですが、はい、これが標準の軽トラに乗るサイズのイエルデ、はい、でジャンボ用のイエルデ HJ っていうモデルと、はい、トレーラー用のイエルデ TR というモデルがございます、はい、でジャンボ用はね、以前紹介した動画があるんで、うん、そこちらをご覧ください、はい、でトレーラー用の TR はまた次回ご紹介したいと思います、はい、で今回はこのモデルチェンジしたノーマル軽トラタイプのイエルデ、はいはい、です。こちらのイエルデ、一級建築士さんが設計した、はい、デザイナーズキャンパーシェルとなっております。なるほど、はいはい、なので、はい、他のねトラキャンの、のシェルとは違った見た目、はい、でちょっとデザイナーズ建築っぽい感じに仕上がってます、はい、そうですね、はい、まあ、こういうねちょっとこう突起物、突起物でいいんかな、ね、突起物みたいなやつ、ね、はい、角みたいなやつとか、はい、まあ、この後ろのねこういった感じのねこういうアルミフレームとかがねちょっと違った感じのデザインになってますね、はいはい、こちらのフレーム柱ですね、はい、柱はアルミです、はい、アルミフレームということですね、はいはい、外壁がガルバリウム合板、はい、お家とかに使われてるね、はい、住宅用のやつで、外壁のガルバリウムに断熱材がついてます、うんうんうん、でそれが合わせて 16mm。 なるほど、はい、こちらのガルバリウム合板、はい、9色から選べます。お、はい、白と赤の他にも黒、グレー、青、緑、オレンジ、シルバー、ゴールド。なるほど、あります、はい、モデルチェンジの一つ目のポイント、まず外壁が2色選べるようになりました、はい、なるほどね、はい、1色じゃなくて2色選べるようになったってことですね、はい、追加料金ですけど、はい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 、で、あとここのね、角の、はい、このね、このね色、L 字のところね、白、外壁に合わせて白選んでるんやけど、はい、この白の部分やね、はい、これも外壁と同じ9色の中から選べます、はいはい、なんでこの外壁との色の組み合わせでね、ちょっとねこういう感じでそうね、色違うの選んでデザインしたり、同じ色選んで馴染ませたりとかができるってことですね、はいはい、前のねこの特徴的な角みたいなの引っ張った、これねデザインフレームと呼ばれるフレームの一部で、はい、中に使われてるフレームがそのまんま飛び出してます。なんでちゃんと頑丈で、なるほど、はい、そこだけポコッとついとるわけじゃないってことやね。そういうこと、中に中と繋がっとると、ああなるほどなるほど、はみ出してる、ほんまにはみ出してるって。じゃあ僕みたいな体重重たい人がの多分ぶら下がっても大丈夫だよね。全然大丈夫、デザインなんで、特にこれといった使い方はありません。デザインです。まあそうですね、はいはい、まあタープかけんのに使ったり、ね、ちょっとタオル干したりとかはできるかもしれないね、はい、なるほど、はい、でここはもともとはこのアルミフレームのアルミの色なんよ、ね、はい、で買った人が購入後にホームセンターとかで好きなペイント買ってきて塗ってもらえるような DIY を楽しむ仕様になってます。なるほど、はいはい、でこちらはこの外壁とこの角の色にね、合わせて白を塗ってあります。なるほど、はい、はい、おしゃれですね、で後ろですね、後ろは煽りが締められる仕様になってます。なるほど、よくね居住空間を最大に取るためにここからねこう1割はみ出してる、はいはいはい、やつが多いと思うんですけど、それとは違った仕様ということで、なるほど、こういう形になってます、はい、でこれ何がメリットかっていうと、煽りを外さなくていい。だから普段軽トラ使う人煽り外すの結構めんどくさいよね。そうね、確かに、だからそのまんま煽りをつけたまま使用できるっていうのと、後ろから見た時にここまでね1割下から全部はみ出してると、近づきすぎたらあとバックライト類がねランプ類が見えにくくなるよね。確かにちょっと見えにくくはなりますね、近づきすぎちゃうと ね、 そうね、離れてたら別に大丈夫なんだけど、なんでその視認性アップのためにも、はい、このね煽りの上からはみ出すようになってます。なるほどなるほど、はい、はい、でこっちもここね、デザインフレームがこれもこれといって意味はありません、デザインです。でこちらも前と同じようにね白が塗られてます、ね、ああいいですね、おしゃれですね、やっぱ、ね、ここは赤とか塗ってもね、あ全然いいと思う、ね、あほんまやね、確かにワンポイント違った色入るとまたちょっとそれだけで印象変わるもんね。そうやね、ここの色だけで、ね、だいぶ、ね、そうね、イメージ変わる、変わると思う、変わると思う、黒にしたらかっこよくなると思う。そうね、飽きたら上から塗り直してるし、はい、はい、横ですね、横こっち側は窓、ちっちゃいのが1個とこっちに大きいのが1個入ってます、はい、
これは1個ずつ左右どっちか選べます。あ、なるほど。こことこっちとかもいける。ああ、なるほどね、はい、片面に2つでもいいってことね。そう、はいはいはい、追加でオプションで両方に付けることができます。あ、なるほど、はいはい、こちらカラーが5種類から選べて。カラーというのはこのフレームのことですかね。フレームの、ね、ここの部分ですかね、はい、あ、なるほど。これがステン、はい、シルバー、ホワイト、ブラック、ブラウン、なるほどの5色です、はい。でこれちなみにあの二重窓になっております。お、結露対策になりますね。断熱もバッチリ、はい。でモデルチェンジポイント、これ窓がね、前結構出っ張ったんやけど、ほうほう、確かに壁の厚さを5ミリぐらいね分厚くすることによってこう綺麗に、ね、窓が、あー、なるほどね、あー、なるほど、モデルチェンジされて、ほうほうほう、確かに出はちょっと少なくなってる、はい、うん。こちら後ろのドア、うん、これねアイボリー、おー、アイボリー、はい、これも5色から選べます、はい、アイボリーと黒、うん、グレー、ブラウン、ブロンズから選べます。これねドアの色変わるだけでも、まあ、そうね、確かにね、イメージ全然変わるね。そんなにめちゃめちゃさ選べる種類あるわけじゃないけど、うんうんうん、5色9色5色やからそれぞれの組み合わせによってめちゃめちゃ可愛いのもできると思うし、すっごいスタイリッシュなのもできると思うし、すっげえド派手なのもできると思う、と思うね、うん、なるほど、確かに。だから好みに合わせて作ってもらえるかな、うん、はい、色違うだけでねマジで違うもんみたいになるからね。確かにね、印象ほんま変わってくるからね、うん。天井ですね、はい、天井に突起物、うん、ほうほう、が真ん中と両サイドにあると思うんやけど、あ、ここね、それは、うん、天井の板のつなぎ目、はい、から雨漏りを防止するためっていうのと、あと水やね、雨降った時の水が両サイドに落ちてこないようになってます。かなり重要よ、うん、雨いっぱい降ると、うん、天井の上に溜まるんよね。それが運転席乗った時にビシャーってなってくるんやけど、これがあることによってここまであるからね、はいはいはい、運転席の方には流れてこずに前に流れるようになってます、うん、ね、はい、これね、あの思ったより重要なことなんですよね。びしょ濡れになる可能性もあるから ね、うん、意外と溜まるんよね。そう、はい、天井には 100W もしくは 175W のソーラーパネルを、はい、フレキシブルなやつね、はいはい、はい、を4枚まで載せれます。だから最大、はい、すごいね、最大700まで、あ、すごい、載せれます、はいはい、結構パツパツ乗せれるから ね、 そうね、いっぱい発電してくる、うん、K であんまそんだけ積んでる人見たことないわ。ない、ね、自分らでもまだ大概積んでる方やと思ってたけど、うん、まあそんだけ積めるよということですね、はいはい。じゃあこのイエルデの固定方法ですね、こちらカムバックル式のラッシングベルトになってます。これはクレストビークルって入ったオリジナルのラッシングベルトがついてきます。これも5色から選べて、はい、赤、青、緑、黄色、黒から選べます、はい、はい。これねゆるゆるなんやけどね、こ うまいことできてるんですよね、うん、こう実はこうやってゆるゆるなんやけど、この煽りを締めることでギュッと締まるっていうね。そう、これがね、うん、こう締めると今これゆるゆるやったんが、うん、こうギュッてなるっていう、はい、はい、ようになってます、はい、煽りは全部閉まってる状態やから、うん、まあ落ちるということはないんやけども、うん、荷物は固定せなあかんっていう法律があるんで、はいはい、落ちないようにしましょうってね、はい。脱着するときですね、はい、ラッシング止めてるこれとここに足をつけて、はい、ジャッキでねクリックにして、うん、シェルを持ち上げて軽トラを前に出す、はい、っていう感じになります、まあ、結構定番のパターンですかね、はいはい、でこれも普通のジャッキのタイプと下、うん、タイヤついたタイプを選べます、うんうんうん、でモデルチェンジポイント、はい、ここの金具が強化されてます。なるほど、はい、今まででも十分やったんやけど、うん、さらに頑丈になってます。なるほど、はい、まあ、これ見た感じはわからない感じだね、中の構造が変わったっていうことだよね、しっかりなってるってことです、はい、じゃあリアに見えてる気になるものたちを紹介していきます。はい、この上のね黒いのはホースみたいなやつね、うん、あ、こっちな、うん、ソーラーの線をまとめて室内に取り込んでます。はい、おー、なるほど、はいはい、でこの丸いのが換気扇、うん、はい、で下がエアコンです。はい、これは冷房だけのやつとレーダーモードのやつと選べます。はい、オプションですね。なるほど、これがこの出っ張ったね、うまいことね、部分にうまいことを収まってます。はい、さらにここの下、ここにね外部電源取れるようになってます。これいいよね、こういうのをさ、はい、こう置いてくれてんのって。そう、専用のキャンピングカー用のやつじゃなくて、うん、普通のこのコンセントくらいのタイプなんで、ね、うん、普通のね売ってる延長コード、はい、刺すだけで使えます。めちゃくちゃいいよね、うん、いちいちぶっちゃけちょっとめんどくさいもんそう、ね、変換せなあかんってことやから言うたら、うんうん、だから必要な長さのやつ、うんうん、好きなやつ買ってつけたら使えるようになってます。なるほど、はい、でオプションで
このね出っ張りの下のここに外部電源、はい、外で使えるコンセントをつけることもできます、はいはい、ここドアを開けるとドアとこの出っ張り部分と上の屋根、はい、で雨から守ることなるほどねでこのドアの上の部分ねちょっと L 字のこれねやつがついてて、うんうんうん、雨水がねこの降りた時に降りる時にどうしてもこっちに体重かかって傾くやんか、はいはいはい、それでザーッなるのを防いでくれるなるほど、はい、なんで乗り降りの時にだいぶ濡れにくいんじゃないかな、うん、そうねこのね屋根があるってすごく便利でそう何もなかったら傘閉じてもうその間も濡れてるやんでもこれやったらここやね上あるから確かにねちょっとあるだけで全然違うと思う、うん、横もあるしこれねめっちゃでかいと思うんだよね、うん、だからそのちょっとしたことないけど、うん、それがかなり大きいと思う、はい、日々使うにはね素晴らしいと思いますはい、はいはい、じゃあ中見ていきましょうはいはい、中はこんな感じになってて、まあ、高さは170ぐらいかな、うんうん、私165センチなんで、うん、立っても余裕あるぐらいの高さがあります、ねはい、内装の標準仕上げは、うんはい、ベニヤ張ったところまでが標準なるほど、はい、であとは DIY を楽しむ仕様っていうことで、はいまあ、オプションもあるんやけどそれが標準です、ねうん、なるほどベニヤは 2.5 ミリと 5.5 ミリが選べます、はい5.5 ミリになると30キロぐらい重くなる。ああ、なるほどね。その3ミリ。ああ、でかいんやな。で、30キロ変わるんやけど、うん、でも 2.5 やったらちょっと。ペラペラな。んな感じはいいな。なるほど、なるほど。しっかり綺麗にピタッとってなると 5.5 にした方がいいけど、ただ30キロ重くなる。なるほど。どっちを選ぶかです。このデモカーに関しては、まあ、紙が、はい、オプションで貼ってあります。なるほど。これはこの木目調のね、うんいかにも木みたいな、ね、壁紙ね一瞬の壁紙なんよこれが言った標準なんかなと思う錯覚を起こすほどの、うん、こういう木みたいな壁紙が貼ってあります、はい、で壁紙のオプションなんですけど住宅用のねこんな分厚いねサンプルなのから選べるんで、うん、こういうのもあるしシンプルな白もあるし、うん、カラフルなね黄色とかピンクみたいなのもあるし、はいはい、落ち着いた大理石みたいなやつとか、うん、キャラクターっぽいやつとかからいろいろあります、うんはい、なるほどで床もクッションフロアが貼ってありますこちらも結構な種類から選べてオプションです、うんうんはいはい、この照明は LED が2つ標準でついてますなるほど、はい、こういうリモコン式になってるんでバンクで寝るとかってなってもあいいですね、はい、これさえ持っていけばこれ、うん、消したりつけたりこういうのがあるんでめちゃ便利に使えます、はいはいはい、で窓がこっちがね上にあったちっちゃい方ほいほい中から見るとこういうタイプで、うん、こうね外に開いていく滑り出しタイプです。ハイドもついとると。そういうことです。いうことですね。はい、なんで雨の日開けてても入ってきにくいかな、うん。あ、いいですね。うん。はい。網戸も取り外して洗えるタイプになる。なるほどなるほど、はい。はい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 。こっちが細長い方で、はい、これも滑り出しタイプのやつですね。はい。ここはこういうね、うん、普通にお家みたいなところ。あ、なるほど。窓がオプションで。はいついておりまして、はい、これね軽トラ側の後ろのガラスをこう横に開くタイプに交換すると、うんうん、軽トラとつながって、はい、ちょっとした荷物とかね出し入れできるようになります良きかな、はい、結構大事ねそれ、うん、こちらオプションですねはい、はい、でここ鍵も閉まるんで、うん、下ろしてる時も防犯面で安心です最高ですはい、はい、ここの上がね、うん、外から見たら上にあった丸い換気扇でこっちがクーラーエアコンでこの下に今、うんジャックにあ、すげえ。バタデンが置いてあります。はい。これなんか初めて見るぞこれ。でかいね。おクレストビークルさんジャックリーの正規販売店、うん、なるほどはい、うん、ですのでいろんなサイズおおなるほど売ってますもともとねお持ちあったそれ使うのもいいと思うし、うんうん、これが室内のね、はい、コンセント全部を一つにまとめたメインのプラグインなるほど、はいはい、なんでこれを差し替えるだけで好きなポタ電が使えます、うん、はい、はい、でまああとねサブバッテリー組んでほしいよっていう方は、うん、そういうのも対応してくださいますあなるほどね走行充電とかはいはいはい、はい、あそういうのも対応可能とはい、いうことですね。はい。あ、なるほど。で、あとコンセントね、コンセントが2箇所好きな位置につけれます。うん、これにはここバンクの上、はいはいはい、とああなるほど。
についてます、はい、これはもう元々標準でついてるんだよね、はいはい、これはこのソーラーが出てきたりとか。そうですね、です、はい、でこのコンセントの位置ね、好きなところにつけれるんで、ここにテーブル置きたいからここにとか、ね、うん、最初に想定しておくといいかもしれないね、うんうん、なるほど、はい、であと家具、家具なんですけど、うん、もう基本ねなしで DIY で楽しんで作ってもらう、もしくは買ってきておいてもらうっていう感じなんやけど、はい、オプションで、うん、ドツボさんのアルミフレームで作った家具のキットがございまして、はいはいはい、軽量で簡単に組み立てれる、うん、でパイプと天板とセットになったやつで、カウンターテーブルっていうのと、うん、対面式の椅子、テーブル椅子で、はい、テーブルが下がってベンチにもなってるし、一、うん、人でも寝れるようなサイズ感にもなるっていうやつと、あとバンクベッドの3種類があります、はいはい、なるほど、はい、それがキットで販売はあるんですけど、うん、いやもうちょっとちっちゃいのが欲しいわとか、うん、こういう家具が欲しいわっていうのを大阪にね、ドツボさんあるんで、はい、直接行ってもらったらさらにカスタムしたのが作れます、はいはい、私たちが乗ってるキャンピングカーの中の家具もそこで作りました、はい、そうですね、全てそこで作りましたね、はいはい、優しいお兄さんが教えてくれます。あ、そうです、はい、はい、なんで大阪とかね、近く寄るとか遊びに行ってもいいかなっていう方はぜひ行って相談してみてください、はい、みんなねサイズそれぞれ違うと思うから、ね、そうね、確かに作りたいサイズで作れるっていうのは非常にメリットかなとおっしゃると思いますね、はい、以上になります、はいはい、ということでご紹介させていただきました。詳細の方を少しお話しさせていただきたいと思います。まず重量の方からですよね、うん、このシェルの重量、はい、いくらになるでしょうか。標準使用時で220キロです、うん、なるほど、はい、ということはさっき言ってた板が、うん、5ミリになると250ぐらいって感じやね、はい、まあ、それでも軽いかなと思うけどね。軽いと思う、うん、アルミフレームやからね。あ、そうね、うん、はい、続きまして価格でございます、はい、標準使用で税込み110万円です、はい、なるほど。中はベニヤ仕上げ、うん、で窓1個ずつ、はい、コンセント2つ、うんうん、LED 照明2つ、はい、あとメインプラグと外部電源です、はい、でローンがございます。はい、いいじゃないの。シェル単体やとちょっとね、うん、9% って金利は高くなってしまうんですけど、はい、60回まで使えます、はい、で軽トラはね、うん、中古新車ともに取り扱いございます、はいはい、これそうビークルっていうぐらいだね、まあ、車屋さんですか。そうね、はい、車と一緒にご購入いただくと、うん、はい、シェルが車のオプションっていう感じになって車のローンが使えるんで金利 2.9% 120回まですげえ10年間ではい安く払えるってことだよね。そういうことです。月々ね、はい、なるほど。のローンが組めます、はい、なるほど、はい、すごいですね、うん、まあやっぱ車屋さんならではね。そうね、やっぱローンを組めるっていうの結構でかいと思うんですよ、うん、ショッピングローンなんかね、うん、まあちょっときついやん、うん、しながらねこれはありがたいですね、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、ちょっと気になる納期の方はどんなもんですか、うん、ただいま、はい、ただいま、うん、5ヶ月ぐらいとなっております。なるほど、はい、今からご注文された方がいらっしゃったりしたら、はい、ちょっと伸びたりとかね、はい、ああ、まあそうね、ますけどね、今のこのね、はい、取材時でまあ大体約4、5ヶ月と、はい、いう感じでございますね。はい、はい、あとですね、うん、1年保証がつきます。おお、はい、まだ故意に傷つけたりとか、まあ、事故とかそういうのは除いてって感じでね、うん、あ、もちろんもちろん、うん、はい、例えば雨漏りしたりとか、うん、自然と使っててっていうところですね。そういうことです、はい、はい、ありがたいですね、うんうん、もちろんね、事故とかの時もね、はい、連絡した直せる時は直してもらえます、うん、はい、はい、有料ですけどね、はい、もちろんもちろんということで新しくねリニューアルされた家での紹介となります、はい、このシェルのお問い合わせはそちらのね、はい、ホームページからお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、あとね、クレソビーフルさん、YouTube もされてるんで、うん、ぜひね、そっちの方も遊びに行っていただけたらなと思います。はい、はい、ということで、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。